流星ワゴン、永田さんは死にます。吉岡秀隆演じる橋本義明の話によると、西島秀俊扮する永田和夫が初めてワゴンに乗ったあの夜はとても寒く、和夫は酩酊していた。それに何より和夫自身にもう生きていく気力がなかった。つまりあのまま凍死してしまうっていうのが現実であり、この旅が終わる時が和夫の最後になると、うん、まあね、死を迎えた者の前に現れるのがあのワゴンっていうことは、当の和夫自身も薄々感じていたわけで、だからこそその時を悔いなく迎えるためにこの旅があることも理解して、そして最後に向かった過去でついに妻美代子とも分かり合えたと、はあ、ということでいよいよ流星ワゴンも最終回なんだけど、なんと間もなくプロ野球開幕に合わせたかのように、あの元プロ野球選手がドラマ初出演。うん、スポーツ報知のウェブサイトによると、流星ワゴンの最終回で元広島カープ投手の北別府学氏が俳優デビュー。広島県が舞台となっていることから実現したもので、福山市の友の浦漁港で働くベテラン漁師役、通算213勝を挙げ殿堂入りを果たした大エースが広島弁を駆使してクライマックスを盛り上げる。抜群のコントロールで精密機械と称された名球会投手が芸能界屈指のイケメン俳優西島秀俊と夢の共演を果たした。最終回は西島秀俊が扮する主人公永田和夫が地元の広島に戻り漁師として再出発するストーリーで、北別府氏は漁港で働く先輩漁師役で登場する。厳しくも愛情のある広島弁で和夫に語りかけ心の傷を癒す。このほど美しい景色で有名な友の浦漁港での撮影に参加した北別府氏は、最初こそどこで力を入れてどこで抜いたらいいのかわからない、帰ったらぐったりですねと戸惑いも見せたが、持ち前のマウンド度胸を発揮し西島と息の合ったコンビプレーを披露。野球は一瞬で状況が変わるが、ドラマは一つのシーンに長い時間をかけていろいろな方向から撮影するのでかなり違う、勉強になりましたと研究熱心な姿は健在だった。伊予田プロデューサーは、今回和夫の実家がある友の浦が大変重要な意味を持っている、広島に縁があるドラマとしてカープの大投手だった北別府さんにお願いしたと起用理由を説明。他の名選手たちも候補に上がったが、黙々と投げ続けた北別府氏の素朴なキャラクターが決め手になった。期待通りの熱演に伊予田プロデューサーは、広島への愛がひしひしと伝わってくる演技でしたと賛辞を送った。なるほどね。うん、まあ確かに予告でもちらっと映ってたけど、ある意味シュッとしすぎているとベテラン漁師には見えないから、まさに北別府が敵役だったね。うん、でさて、そんな流星ワゴンには今回もあの方からメールが。香川照之さんの土下座シーンを見ているとついつい半沢直樹を思い出してしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。流星ワゴン第9話、ついに妻とのやり直しを成功させるという旅になりましたね。今回ばかりは中さんにも親らしい言葉や行動が現れ、とんでもない父親ぶりが少し変わっていったように思います。同様にとんでもない様子に変化が生じる父親が登場する映画といえば、オードリー・ヘプバーンが主演した名作マイ・フェア・レディを思い出します。ヘプバーン演じる主人公イライザの父親アルフレッド・ドゥーリトゥルです。そもそも金持ちの教授が育ちの悪い娘に特訓をさせて社交界のレディに仕立ててゆくというストーリーの作品です。その育ての父親ですから、とんでもないのは当たり前です。働かない、朝から酒を飲む、娘に小遣いをせびるなどなど、とかく父親らしいこととは無縁なのです。俺はお前に命をくれてやったんだから、それくらいは当たり前だという論法です。しかしながら、その独創的な考え方やリズミカルな話し方がイライザの教師となるヒギンズ教授に喜ばれます。で、いつの間にやら様々な講演会の講師をさせられ、小汚い風貌の親父から貫禄ある紳士へと変わってゆくのです。イライザが主人公ですが、脇役の父親もなかなかの変化を遂げるのです。昨年はマイ・フェア・レディを下敷きにした日本映画マイ・コア・レディが公開されました。そこではこのとんでもない父親は登場しませんでした。ちょっと残念でした。
それでも設定の数々が京都や日本に置き換えられているというのが楽しめました。スペインの雨は主に広野に降るというマイフェアレディに登場する語学訓練の重要なフレーズは、京都の雨は大概盆地に降るといった感じです。流星ワゴンもいよいよ最終回です。それぞれの登場人物がどうなっていくのか、原作とは何か異なるところがあるのか、など楽しみにしたいと思います。ということで、とにもかくにも流星ワゴン、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。